この動画では BAD の病態と典型像についてお話ししていきます。以前の動画で穿通枝に脳梗塞が起こる洛那梗塞について説明させていただきましたけれども、 BAD も洛那梗塞と同様に穿通枝の病態です。ですが画像所見や臨床経過、治療方針が洛那梗塞とは異なります。なのでその BAD の病態について勉強することは重要ですし、また BAD のによる脳梗塞を見た場合にその原因となる穿通枝の知識を持っておくことも放射線技師としては大切だと思います。この動画の目標としては BAD の病態と画像診断の典型像を理解すること、そしてキーワードとしてはこのようなキーワードについてお話ししていきますので、このようなキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。それでは症例を見ていきたいと思います。78歳女性、右異常下肢脱力の患者さんです。拡散強調画像で比較の後ろ側から放線管にかけて 1,2,3,4,5,6 スライスにわたる拡散強調画像高信号があります。脳梗塞の所見です。拡散強調画像の冠状段を観察してみると、この縦長の脳梗塞の形態が明らかですけれども、 MR アンギオグラフィーを見てみると中大脳動脈に狭窄は見当たらず、アテローム血栓性脳梗塞ではなさそうです。またこの方は心原性脳塞栓症と特定できるような心疾患も見つかりませんでした。では洛那梗塞なのかというと、洛那梗塞は 1.5 センチから2センチ未満と定義されていますので、このような縦長に非常に長い脳梗塞というのは洛那梗塞で説明するには少し違和感があります。このような症例はBAD 型脳梗塞、分子熟視型脳梗塞と診断されるような症例です。BAD は BAD というふうにおっしゃる先生もいらっしゃいますが、ブランチアセロマタスディジーズの略で、ブランチは枝という意味ですね。アセロマタスというのはアテローム性のもしくは熟視のという意味なので、分子熟視型梗塞というふうに訳されます。洛那梗塞のところでも説明しましたが、中大脳動脈や前大脳動脈などのように太い血管のことを主幹動脈と言いますけれども、主幹動脈からはこのようなヒゲのような非常に細い穿通枝という枝が生えています。洛那梗塞はこの穿通枝の先端に生じる脳梗塞でしたけれども、 BAD はこの穿通枝の根元が詰まる脳梗塞です。また、アテローム血栓性脳梗塞のように、この主幹動脈に狭窄が生じることはなく、また、洛那梗塞のように、高血圧による変性が原因ではなく、この根元のアテローム性硬化が原因の脳梗塞ですので、アテローム血栓性脳梗塞と洛那梗塞の中間の病態というふうに説明される場合もあります。穿通枝基質部のアテローム性硬化による狭窄閉塞による梗塞です。 BAD の、臨床的な特徴としては、症状が患者に進行していくという特徴があり、来院後に神経症状が増悪していくことがあります。また、治療に対しては非常に抵抗性で、治療薬を投与していってたとしても症状が増悪する場合が多く、機能予後が不良とされています。後発部位となる穿通枝については、外側線状体動脈 LSA、 胸房正中動脈 PPA、 前脈絡動脈通称アンコロの3つがあるんですけれども、今回はこの3つの後発部位に生じた BAD 型脳梗塞について順に説明していきたいと思います。BAD は穿通枝基質部に生じる脳梗塞であり、穿通枝の先が詰まる洛那梗塞とは区別されます。できる基準としては大雑把に2つあり、1つ目はジャンクショナルプラークといって、主幹動脈から穿通枝基質部にかけてこのような熟視ができて、これが原因で詰まるという仕組み。2つ目はマイクロプラークといって、穿通枝基因側に生じる微小熟視が原因で根元が詰まってしまうという2つの基準があります。洛那梗塞の時も扱いましたが、 BAD の後発部位の穿通枝の1つが外側線状体動脈 LSA です。ラテラルストライエイトアーテリーの略で、
中大脳動脈水平部 M1 から分岐し、基底核と放線管を栄養する穿通枝の代表的なものの一つです。この動画ではレンズ核線状体動脈という用語は避け、外側線状体動脈という用語で統一しますという話は楽な拘束の時にさせていただきました。 BAD の場合はその走行を意識することが重要で、内側を走っている枝は前方に分布し、外側を走っている枝は後ろ側を栄養するという、この走行の仕方を意識することが大切です。外側線状体動脈 LSA の BAD についてですけれども、こちらに拡散強調画像の環状段がありますが、中大脳動脈の水平部がこの辺を走行しているんですが、そこから縦に伸びる穿通枝の走行に沿って縦長の脳梗塞が見受けられます。この穿通枝の基部あたりから縦に伸びている脳梗塞が環状段だと明らかです。これを輪切りで撮影していきますので、横断像では複数のスライスにわたる脳梗塞として検出されます。画像上の定義としては、上下に3スライス以上の縦長の梗塞、主幹動脈に 50% 以上の狭窄がないと定義されている文献が多かったです。主幹動脈に 50% 以上の狭窄がある場合には、アテローム血栓性脳梗塞という分類に変わりますので、主幹動脈を評価することは重要です。この上下に3スライス以上の縦長の梗塞というのは、おそらくですけれども、楽な梗塞が 1.5 センチから2センチ未満というふうに定義されていますので、この縦長の部分が 1.5 センチから2センチ以上というのを表現しているものだと思われます。5ミリで撮影していて、2D の場合は1枚1枚の画像にギャップがありますので、おおよそ3スライス以上というのが 1.5 センチから2センチ以上の縦長の梗塞というのを表現しているものと思われます。もし3スライス以下の場合には 1.5 センチ未満として楽な梗塞として分類されるものと思われます。外側線状体動脈領域の BAD では、側脳室体部の断面で真ん中よりも後ろ側にある後方型と、真ん中よりも前側にある前方型に分けることができます。後方型はこの赤色の血管に相当し、外から出て後ろ側を通る血管の BAD、 青色の前方型の方は内側から始まり前側を栄養する血管の BAD というふうに対別することができます。この側脳室の体部の断面は、放線管と呼ばれる皮質脊髄路の繊維の一部が通っていますけれども、この後方型の BAD の方が皮質脊髄路を障害し、進行性麻痺が多く症状が高度になる場合が多いとされています。次の症例は79歳女性、右辺麻痺の症状をきたした患者さんです。拡散強調画像でポンスの部分ですね、強に高信号があります。同部位は ADC マップで低信号となっており、拡散制限を示唆する脳梗塞の所見です。 MR アンギオグラフィーでは脳底動脈を含む主幹動脈に狭窄はありませんでした。今回の脳梗塞ですけれども、強に対して前後に長く伸びているような梗塞像が見受けられます。この方は強房制中動脈の BAD と診断されました。BAD の後発部位となる穿通枝の2つ目が強房制中動脈です。 PPA、ポンタインパラメディアンアーテリーの略です。この枝は脳底動脈から後ろ向きに走っている枝で、まっすぐど真ん中を栄養する強房制中動脈と、くるっと回る回線動脈に分かれます。回線動脈に関しては、短く回る単回線動脈と、長く回る超回線動脈がありますけれども、これら3つの枝のうち、強房制中動脈が BAD の後発部位となります。この穿通枝の根元が詰まることによって、前後に長い脳梗塞となります。画像診断上の特徴としては、主幹動脈に 50% 以上の狭窄がないというのは、LSA の時と同様ですけれども、強の腹側に接するというのが画像上のポイントです。強の腹側に接して、前後に長い脳梗塞となります。楽な梗塞の場合は、穿通枝の先が詰まるため、海に浮かぶ孤島のように、このようなポツンとした脳梗塞になりますけれども、BAD の場合は、
この根元が詰まって前後に長く拘束層が至るというのを反映し、拘束が胸の腹側に接します。次の症例は88歳女性、右半身麻痺の患者さんです。拡散強調画像でくの字型の内包の後ろ側である内包口脚に高信号液が見受けられます。非常に細長くて血管に沿ったような脳梗塞です。この脳梗塞は内包口脚を栄養する全脈絡動脈に生じた BAD の症例です。全脈絡動脈、アンテリオルコロイダルアーテリーは通称アンコロと呼ばれる血管です。内頸動脈から起死し、最終的に脈絡層に分布していく血管です。栄養領域としては側脳室の内側面、視覚路、大脳基底核、肝脳、中脳を栄養しますけれども、特にこの内包口脚を栄養するというのが非常に重要です。拡散強調画像で見てみると、全脈絡動脈の BAD が生じた場合は、この内包口脚を障害し、動脈の長軸方向に連続するこのような細長い拘束になるというのが画像診断上の特徴です。BAD の治療についてですけれども、BAD には確立した治療法はありません。非常に治療に抵抗性で、どのような治療法を試しても神経症状の悪化が進行する場合があります。こちらは脳神経外科の先生に聞いたお話ですけれども、仮に最初症状が軽かったとしても1日経つと非常に症状が悪化する場合があり、悪くなる可能性を事前に患者さんに言っておかないと、あなたのせいで悪くなったというふうに因縁をつけられてしまう非常に脳外科性の疾患というふうにおっしゃっていました。治療法としては、抗凝固療法としてアルガドロマン、抗血小板療法としてシロスタゾールやクロピドグレル、脳保護療法としてエダラボンを投与するなど、内科的治療がメインのようです。放線技師が関わる重要な治療法として、血栓回収と TPA があると思うんですけれども、BAD は穿通枝の閉塞なので、血栓回収の適用はありません。では、発症早期として、TPA はどうなんだという話なんですけれども、実は BAD は TPA にも抵抗性であまり効かない場合が多いようです。しかも TPA は投与するために血圧を下げる必要があるため、この血圧を下げるという動作で脳を栄養する能力がさらに失われ、余計症状が悪化する場合が多いようです。なので画像上で BAD を見た場合は TPA を行く可能性が少ないということも放線技師は知っておくと良いと思います。最後に MRI を撮影する技師が判断する追加撮影についてお話ししたいと思います。外側線状体動脈領域の BAD では、このような連続スライスで拘束が観察されますけれども、このような拡散強調画像の冠状段を追加撮影として撮影することが有効です。冠状段を撮影する場合はダイレクトコロナールとして直接撮影してもいいですし、薄いスライスでギャップなしで撮影し、後で MPR で再構成をするというのも良いと思います。こうすることで横断像では分かりづらい高速の走行を冠状段に観察すると一発で把握することができます。拡散強調画像の冠状段を追加撮影することは BAD とよく似た別の脳梗塞と鑑別するのにも役立ちます。こちらの症例は放線管を含み複数のスライスにわたる脳梗塞で、一見外側線状態動脈の BAD に見えますけれども、こちらは頭皮質を栄養するロングインシュラーアーテリーという別の血管の脳梗塞です。頭皮質を栄養する血管はショート、ミディアム、ロングの3本がありますけれども、このうちのロングインシュラーアーテリーは頭皮質から放線管に向かってこのように伸びる血管であり、この血管に脳梗塞が起きた場合はこのような複数のスライスにわたる脳梗塞となります。これをこの横断像で外側線状態動脈の BAD とこの脳梗塞を鑑別することは少し慣れが必要ですけれども、拡散強調画像の冠状段があるとこのような頭皮質から放線管に向かって一本のラインが描出され、鑑別が非常に楽になると思います。この2つを鑑別することは非常に重要で、外側線状体動脈は穿通枝の拘束ですけれども、このロングインシュラーアーテリーは中大脳動脈の M2 という枝から出る脳の表面から皮質を栄養する髄質枝となります。
BAD の場合はアテロム効果が原因ですけれども、このロングインシュラーアーテリーの梗塞の場合は側線性の傷が多いとされ、 BAD の場合と治療方針が異なる場合がありますので、この2つを鑑別するのに拡散強調画像の環状断が有効です。外側線状体動脈のラクナ梗塞もしくは BAD と区別すべき梗塞として氾濫円中心梗塞があります。この氾濫円中心というのは側脳室上端よりも上のスライス、横断像で見るとこの側脳室が見えないスライスの白質領域の脳梗塞となります。画像が T2 強調画像で恐縮ですけれども、この部分に脳梗塞があります。この場合赤輪血管は線通枝ではなく中大脳動脈の横縦と行くこの脳表を栄養する血管から下方向に降りる髄質子が赤輪血管となります。この髄質子に梗塞が起こった場合は横断像でこの脳室と垂直方向に伸びるこの横方向に伸びる梗塞というのが形態的に非常に特徴的です。もしくは前大脳動脈と中大脳動脈の境界領域にあたる境界領域梗塞のパターンもあります。この境界領域梗塞については前回のアテローム血栓性脳梗塞の動画で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。この髄質子に梗塞が起きた場合は発症基準として側線性基準が多いとされており、アテローム効果が原因の BAD と治療方針が異なる場合があるので注意が必要です。ここまで外側線状体動脈の BAD とその他の脳梗塞について見ていきましたけれども、最後にその鑑別方法について見ていきたいと思います。その鑑別には環状断が非常に有効で、シルビウス列の上端から側脳室の前角に向けてこのような仮想的なラインを引いていきます。このラインをアンテリオルホーンインシュラクレフトライン AI ラインと言います。この AI ラインよりも下に脳梗塞がある場合は外側線状体動脈の BAD となります。この画像のように AI ラインよりも下に縦長の脳梗塞があります。これが BAD のパターンです。 AI ラインにちょうど沿うような形を取る場合はロングインシュラーアーテリーの梗塞となります。それがこの真ん中の画像で、ほぼ AI ラインに沿っていて頭皮質から放線管に向かって梗塞が伸びています。AI ラインよりも上に梗塞がある場合には氾濫円中心梗塞となり、この T2 強調画像環状断の AI ラインよりも上の梗塞が氾濫円中心梗塞です。これらの疾患を疑う場合は拡散強調画像の環状断を追加撮影することによって医師に説得力のある画像を提供することができます。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は BAD について解説させていただきました。線通枝基部のアテローム性硬化による脳梗塞です。画像診断上の定義としては主幹動脈に 50% 以上の狭窄がなく、3つの線通枝について解説させていただきましたけれども、外側線状体動脈 LSA に関しては中大脳動脈から分岐する線通枝で、この領域に BAD が生じると上下に3スライス以上の縦長の梗塞というのが特徴的でした。また追加撮影として拡散強調画像の環状断が非常に有効というお話もさせていただきました。2つ目の線通枝は胸房成中動脈 PPA で、こちらは脳底動脈から後ろ向きに伸びる血管で胸の腹側に達するというのが画像診断上の特徴です。3つ目は前脈絡動脈、通称アンコロと呼ばれる血管で、内径動脈から分岐する線通枝で、内方向脚を含み動脈の長軸方向に長い梗塞というのが特徴的でした。以上3つの線通枝に対する BAD を画像とともに説明しました。また BAD は治療に対して非常に抵抗性で、線通枝の梗塞なので血栓回収の適用はなく TPA も効きづらいというお話もさせていただきました。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。